こちらのフランスパンバゲット約 100g を 1.5 センチの厚さに切ります。はい、これは甘酒で 120g です。この量はですね、バゲットの硬さとかで変えてください。卵1個です、はい、割り入れてください。全卵です。こちらは生姜の搾り汁小さじ1杯ですね、はい、半分ぐらい片面にこう染み込みやすいように、はい、そうそうそう、スケジュールをかけていくわけです、はい、裏表に液が行き渡るんです、はい、このまま1時間以上ですね、はい、スケジュールにつけといてください、はい、で、たまにですね、まあ、その1時間の中でご覧のようにこう裏表を入れ替えてですね、はい、まあ、全体にまんべんなくスケジュールが行き渡るようにするのがコツです。はい、こちらが一晩つけ汁につけておいたフランスパンバゲットです。ではこちらをこれからこの28センチの大きめのフライパンで焼きます。はい、はい、有塩バター 20g を溶かしましたので、はい、ここにパンを全部入ったらいいんですけど、まあ、そのためにね、今回大きめのフライパンを使っております。これね、小さいフライパンの方は半分ずつこのパンを焼くっていう手もあります。ちょっと火の弱火にします、はい、加減も、はい、焦げないように調整していきます。ご覧のように適度なきつね色になれば裏返してください。これは合います。最近ね、お料理コーナーで紹介したんで、ぜひ皆さん動画も見てください。いちごジャムを作りましたよね。作った、ね、はい、これもさり画面したのでですね、説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てください、はい、これもね、美味しいんですよね、これ、はい、あ、美味しそう。本間ものいちごをですね、ご用意いたしました、はいはい、これにて甘酒フレンチトーストの完成でございます。ぜひ皆さん、よっちゃんのオリジナルレシピお試しください。お相手はよっちゃんと頑張ってきてでした。皆さん、我々に料理リクエストある方は再生画面下のコメント欄でどしどしと送ってください。そして最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録といいね評価もよろしくお願いいたします。それでは次回の料理動画まで、さよなら。